食べ頃スーパーモンキーボール1&2リメイク。はい、どうもなぎです。今日はこのモンキーボールを開発したちょっとゲストというか開発者の金ちゃんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。開発者の金ちゃんです。さっき僕があのあだ名つけました。金ちゃんとうなちゃんで今日はやっていきたいと思います。はい、頑張ってうなちゃんさんにこのゲームをちょっと楽しんでいただきたいなと思ってるので、はい、よろしくお願いします。いや、このゲームはあのちっちゃい頃にもう何度か遊んだことがあって、はい、はい、それでね今日はやりたいなと思ってセガさん本社までちょっと来て。まさか俺がこんな歩いてセガまで行くとは思わなかったよ。いつも引きこもってるからこんなね大崎まで来るとは思えませんでした。すげえでかい。でかくないか。ちょっと一部屋欲しいですね俺の俺の部屋に欲しい。遊ばせていただきます。ありがとうございます。ということで今日やることはもう決まってて、はい、はい、あのチャレンジモードはいを今日はこのゲームからやっていきたいと思います。あ、そういえばどうしますか。着せ替えをちょっと軽く、あ、さっきのやりますか。やってみましょうか。キャラクターカスタマイズの、そうですね、それの前にポイントショップで服を買おうというので、はい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 、本作はですね、あのゲームを遊べば遊ぶほどあの右上のポイントがもらえるようになっておりまして、まあまあすごい持ちすごい、ね、数字になってるんですけど、はい、このポイントを使ってあのどんどんゲーム内の要素が解放されるっていう感じになっております。はい、で今ちょうどこの画面ではもうキャラクターたちが追加で使用可能なものが全て購入済みなんですけれども、はい、ありがてえ、はい、今回はこのカスタマイズというので、着せ替え用のアイテムを購入していただこうかなと思います。はい、ではなんか好きなものを、はい、でさっきねちょっとね、あのね、猫が好きで猫耳をもう真っ先にこれを使われていました、買わせていただいたので、じゃあ服と、そうですね、足いいですね、はい、どうしようかな。猫っぽさがいいかな。ああ、なるほどなるほど。猫っぽさってなんだかな。じゃあうちの猫ちょっと黄色いんで、はいはいはい、黄色どうぞこれ買います。はい、買っちゃってください。今いい家になっちゃったんでもう一度、あ、わかりました。あ、こうですね、そうですそうです、オッケー。じゃあ足だ。そうですね、足はな、足もね、ローラースケートとかもあるんですけど、え、本当だ、ずるいただスピードは変わらないんですよね、残念ながらボールの中に入っちゃってるんで。じゃあせっかくなんだよ、黄色い。これローラースケートじゃない、はい、これは普通のスニーカーですかね。あ、ローラースケート黄色ない。その下はどうでしょう。これだ、また、はい、じゃあこれを、はい、いただきます。と一応ボールの色も変えれまして、あ、本当だ、入るボールですよね。そうです、モンキーたちが、そうです、これ、まあ、すごい存在感ですけど見覚えがある見たことあるぞあ、じゃあ焼き、あ、でも最初だからな、普通のがいいかな。わかりました、せっかくだし、はい、本当はね野球がいいんですけど ねすごいのがありますけど、うん、はい、これはまた、はい、別の機会に楽しんでいただくということで。わかりました。え、いいですかこれ変えちゃって。猿じゃなくなっちゃうけど大丈夫です。猿要素はギリの、もう残るやん。さすがにあの耳が全然なくなっちゃうと。今回 L スティックで、基本使うのはそれだけでできるゲームとなっておりました。そうですね、これでね、バナナ取りますか、せっかくなんで。そうですね、バナナ取らせていただきます。取れるレベルのうちに取っておきましょう。で、僕これ知ってるんですけど、後ろからでもゴールできるんですよ。そうです。そうなんですよね、あの昔これをプレイしていただいたことがある、はい、やりました、めっちゃやり込みました。 ありがとうございます。本当にちっちゃい頃、そう、そうなんですよね、この作品実はもう20年続いてまして、シリーズとしては長いんですよね、はい、こちらの、ゲームが、はい、当時あのゲームキューブでは出ていたスーパーモンキーボール1と2、はい、それのリメイク作品っていう位置づけとなっております。はいはい、でですね、まあいろいろパワーアップはしておりまして、まずグラフィックは今の、はい、綺麗、現代機に合わせていただいているのと、あとですね、実は今回から入ったのが右スティック。あ、本当だ。これでカメラを動かすことができます。あ、本当だ。
ちょっと、すごく。これによって今回のモンキーボール、今までモンキーボールちょっと難しいっていう話が結構あったんですけれども、それをちょっとこの右スティックで、和らげることが。下見えますもんね。今ちょっと見ちゃったんですけど、そうなんですよ。これ下隠しあるんですよ。そうなんですよ。ちょっと制限時間もない中、僕は隠しを惜しい取れなかった。そう、後ろなんか、ありますよね、下に。実は、はい、あります。あれか、バナナ集めると、はい、どうなるんでしたっけ？ですね、今回バナナは、実は、残機という概念が今回なくなってるんです。今まで、そうですね。はい。死んじゃった数が。そうなんです。今までのやつだと、バナナを100個集めると、残機が増えていたんですけれども、はい、今回は、まあ、いくら死んでも何回でもやり直してくださいっていうような形にしてもらってます。でこれ難しかったんですけど、そう、ここやっぱりちょっと裏面みたいな形なのでちょっと難しくしてます。はい、ここはこれ裏面行かない方がいいかな。そうですね、そうですよね。今回は行かない方がいいよな。みんなは行ってほしいけど。そうですね。よし、ちょっとバナナ食べ残しちゃったけども、でバナナを取ると、はい、ポイントですね、先ほどそのミッションでも増えるとは言ったんですけれども、うん、このバナナが取れば取るほどポイントがそれも増えていきます。あ、ポイント稼ぎたい人は取ればいいのか。そうです。なので、まあ、気楽に取りしていただければいいかな。分かりました。じゃあこのレールを、あ、行き過ぎた、やばい、これ早すぎて落ちちゃう。オッケーまだあれですね、簡単ですね。まだ大丈夫だと思います。なんか聞いたところによると、はい、300以上のステージがあるらしく。あ、そうなんですよ、実はあるらしく。ありがとうございます。で、これの一つ前にもまたリメイク作品を作らせていただいてるんですけど、はいはいはい、そちらのステージは100ステージだったんですけれども、はい、今回はそのまま3倍以上、まあ、300ステージ以上が収録されております。はい、で、1と2のステージ全部入れただけではなく、そのステージをまた別の遊び方にできるようにさまざまなモードを追加しているので、はい、また別の遊び心地を体験できるようなステージが結構増えてます。新しいのもある。はい、なのでかなり新鮮にプレイできるのではないかなと思っていますので20年前にこれを楽しんでいただいた方ももう一度ちょっと手に取っていただきたいなと思っております。それがきっかけで今日セガまで行きましたもん。いや、ありがとうございます。あ、ボーナスモードだ。はい、これはもうバナナ取って取るか落ちるか。そうです。知ってます。さすがです。でも昔そうなんですよ、気が大事で、その残機大事だったから、はい、死なないようにバナナ集めてたんですよ。そうなんです。実はですね、ちょっとネタバレになるんですけど、はい、チャレンジモードってエクストラステージっていうのがあるんですね。はい、で昔はエクストラステージは結構条件が厳しくてですね、うん、エクストラ、例えばこのチャレンジモードですと一度も落ちちゃいけないっていう条件だったんですよ。はい、ちょっとそれは厳しすぎないですか、はい、ということになって、で今回はやっぱり遊んでいただく方には全ての要素を遊んでいただきたいので、はい、お助けモードっていうのがあるんですけど、はい、そのお助けモードを使わない限りエクストラステージはいけるっていう感じになってます。使わなければか、はい、行きやすくなったんですね、そしたら。そうです。なので何度落ちても不屈の心さえあればじゃあそんなメンタルがきついからな。行くことができます。ショートカットしていいですか。やり手ですね。いやー、なんか開発者の前でこれやんのあれかなと思ったんですけど、いやいやいや、むしろやっていただいていいですか。はい。ただ行き過ぎると危ないんですよね、これね。そうです、はい、モンキーボール実はこの単純な操作の中に結構いろんな別ルートが存在していて、はい、なんかそれを探す遊びっていうのもまた一つの魅力になってるかなと思います。いや、ショートカット意外と男のロマンですよ。そうなんですよね、いかにタイム縮めるか。その通り。このゲーム、他のモードでは世界中の人々とタイムを競うっていうモードもありますので、はい、あ、はいはいはい、やっぱりそこではこういう技がかなり重要になってくるのかなと。いや、大事でしたね、昔も友達と競ってたんで。ああ、なるほどなるほど、大事でした。ギリ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 。なんか重い。食べ過ぎかバナナの。以上。バナナ食べてちょっとお腹がね。ちょっとね、僕も最近ランニングしてるんですけど、ちょっと実はちょっとツイッター見せていただいて、おお、すごいなと思ってます。いや、もう
そうですね、セガの周り走りたいですね迷惑じゃなければ何もないようなあるかわかんないですけど、いや風景が変わるだけで走りやすくて、ああなるほど、最近運動モチベが高いんですよ。すごい、さっきからもう喋りながらすごいサクサク進んだ。いやいやいや、まだまだですよ。危ない。このゲームね、思ってる以上に難しいんですけど。いや、難しいです、本当に。やっぱうまい。いやいやいや。すごいな。楽しいですから、ゲームは。いや、もう。子供の頃は、本当にやり込みました。本当にすごいです。バランス感覚がね、実る気がするんですよ。ゲームしてるだけで。でもそれはあるかもしれませんね。空間認識能力が、ね、高まるとかもちょっと。あ、そう。お、すごい。はい、いけます。いやもう余裕ですよ。これ一発は本当にすごいです。はい、余裕です。これ実は、ここに来る前に、別のスタッフにちょっとやってもらってたんですよ。はい、ここめちゃくちゃ落ちてました。はい、いや、ちょっと、スタッフ呼んできてください。ちょっと見習ってくださいね。そんなことあるんだ。これ右側いけた気がするな、なんか。これいけるんですよね、確か。いけますよね。てかありましたよね、このステージ。もういけませんでした。すいません。ちょっと難しいですか。なんかいけた気がするんですよ。そうです。結構コツがあるんですけど、実は今のところ飛べます。逆にこの、なんだろう、細いステージ、細い隙間を通っていくのがね。そうです。これも、モンキーボールの、ヒリヒリした、楽しみ方というか。いやー。汗がすごい変な汗かきそう。危ないすごいですね、本当に。さっきね、全然このゲームは触ったことがない、はい、別のスタッフにちょっとやってもらったんですけど、はい、もう本当にここ一発で絶対いけないだろうなって今日思ってここ来たんですけどそんなめちゃくちゃうまいっす。いや、腐ってもゲーム実況ですか。いや、本当にすごいですね、これは。よし、ここなんですよな。そうですね、やっぱりこのゲームちょっと曲がるっていう行為が難しい。ここ難しいですよね。おおおお、すげえ。いや、いけます任せてください。ここお、ギリギリいけちゃうんですよ拍手してもらった。いや、本当すごいいやいや、ずっとこれ問題なくエクストラステージいっちゃいましたね。え、いけました。はい、やっと。すごもうやっと。なんか色が違うさっきと。宇宙だ。宇宙。危ない、俺。宇宙です。危ない、今の。なるほどな。おぉ。あ、難しかった。あ、でももうコツは掴んでて、すごい。あ、よかった。ずっとエクストラのままなんだ。よかった。あ、そうです。なるほど。ちょっと真剣にいっちゃいますか。はい。もう全然。いける。動き始めが危ないんだよな。早い、動き始めがコツをつかむのが早い。できるうおー、きつい。あー、いけた。おお、やった。これもしかして最後のステージいけるかもしれない。マジですか。いや、実はすいません、最後のステージちょっとだけ跳ね上がります。難しくなるんだ。でもこれ見てると、あれ、いけるわって思ってます今。これはボーナスタイムか。いや、これはまだ、あ、違う、普通のステージではあります。まだ入っちゃいますよ、これ。はい、大丈夫です。あ、入れない。これ開発したんですか。あ、はい、これはやらしい。そういうステージです。やらしいな、これ。あ、消えたこれ、ちょっと意地悪ですか、もしかして金ちゃん。そうなんですね、実は先に進めば進むほど意地悪なステージめちゃくちゃ増えます。いや、もっときついんでしょ。あ、ここですね、ちょっと問題で。うわー、やらしいやらしい。ちょっと最初はどんなもんかを、はい、はい、見てもらって。あ、難しかった今。難しかった、はい、まあそうなるかなと思いました。ちょっと思ってましたけど。いや、思い通りになっちゃった。でもすごい、ね、最初は乗った瞬間みんな落ちます、うん、こんなに。やらしいよ。でもこれ、こんなに平行を保てない。今平行保ってます。すごいな。全力で抵抗してますけど、これ行き止まりじゃないですか。すいません、そこ行き止まりです。行き止まりですよ、これ。あ、時間がないんだ。あ、うま、時間がないんか。そうなんですよね。そっか迷路に回ってるんだ今のルートで行こうかな。そうですね、今の場合結構おすすめルートではあります。わかりました。ここ難しいな。ここはちょっとコツがいりますね。そうですね、抵抗していかないといけない、はい。いや、ここね、この、ね、細いところね。上がりきった時に
ちょんって登るみたいな感じで。おお。そろそろ行っちゃおっかな。うん。何これ。出ましたついに。ああ、そういうことか。使わなきゃいい。あのもう EX ステージに入ってるので、はい、一応使ってもクリアはできます。いや。はい。使わない方が。もちろん使わないですよ。ですよね。でも悔しくないですか。いや、わかります。わかりますよね。すごくわかります。悔しいんですよ、なんか頼ると。わかります。お、うまっ、いけた。おすごい、いけた。あっさりいきましたね。ただここあの金ちゃんゾーンだから、いやらしいゾーン。そう、揺れて耐えにくいっていう。そうなんです。すごい。これ、よかったですか。あの、初プレイでこんなにあっさりクリアする人初めて見ました、僕。え、これは、マジでお世辞とかでもなく本当です。本当ですか。いや、すごい。次開発してステージ試したいとき俺呼んでください。いいんですか。やりますよ。ちょっと、お願いするす。代表して。ありがとうございます。本気で代表して。すごいですね、これは。やった。こんな褒められるんだ。すごい。まっさり。いや、今日収録時間内に終わるかすごい不安だったんですけど。そう、マジで奇遇でした。てか失礼でした、すいません。やったー。あー、すごい。もしかしたらノーマルでもいけたかもしれないですよね。あ、ノーマルとエキスはだんだん難しく。そうなんです。あとステージ数もどんどん増えていきます。あ、そうなんだ。はい。じゃあカジュアルでもちょうどよかった。あ、でもそうかもしれないですね。はい、今日やるにはカジュアルでよかったな。そうですね。はい。ここ以外にもあの2の方にもあのカジュアルノーマルエキスパートと存在しているので、まあ、そちらもまた難易度がだんだん上がっていくと。5番のリメイクです。そうです。じゃあ俺1やったことあるんだ。あ、なるほど。ちょっと覚えてたもん。あ、なんか知ってるぞこのステージみたいなのが。最初のあのショートカットとか。なるほどなるほど、確かに確かに。ちょっとミニゲームやりたい。あ、いや、やりますか。せっかくなんで、あの、そうですね、一緒にプレイを。じゃあちょっとコントローラーはちょうど2つは一応用意しておりましたので。ちゃんとありますよ。これか。そうです。これの、これで僕が 2P ですね。わかりました。金ちゃんが 2P で、はい、うなちゃんが 1P。 はい。どれ使うんですか、普段は。普段はベイビーですかね。赤ちゃん。すいません。ちょっと、かわいい。私、かわいい、かわいい、かわいい。かわいい。かわいいけど、そうですね。あ、でも、主人公かなと思ったんですけど。これは譲ってくれたのかな。いやー、まあでも、開発ずっとしてるとですね、はい、ちょっと、あの、あんまりスポット当たらないキャラとかもよく使うようになってきて、だとそれがメインになってくるっていうか。はい、俺、知らないキャラいます、これ。あ、実はこの2キャラ、あの、すごいいいところに見ていただいたんですけど、はい、この2キャラが、Wii の頃から登場している。キャラクターでして、今回あの本当だったら 1&2 には出てこないんですけど、はいはいはい、特別に、はい、入れさせていただきます。だからか。はい。ヤンヤンとドクターという名前。ヤンヤンとドクター？なんですよ。はい。じゃあヤンヤン使います。じゃあドクター使おうかな。いいの、ベイビーじゃなくて。いや、もういいの、あの全キャラ愛してますんで絶対大丈夫です。そうですね。まあ12種類ありまして、基本的にどれもあのパッドルールを見て大体わかる形にはなっているんですが、あ、これボーリングやりたいな。お、やっちゃいます。これ絶対面白いですよ。やりましょう。では自分で突っ込むんですか。そうです。やっぱり見ていただければ、あのすごいシュールな絵が見れるかもしれません。おー、ボーリングやりたい。なんかいっぱいありますよ。ですね、モードがこれもあの結構凝ってまして、実はみたいな、あのスペシャルモードパーティーモードでも、はい、はい、これ見えますか、サムネイル。見えますよ。謎のグニャグニャレーンが存在しているんですけれども、金ちゃんゾーンじゃないですか。そうですね、グニャグニャさせていただいております。やらしい。いや、もうね、これは通常のボーリングではなく、もうあの波打っていたり、なんか途中レーンがなかったり、はいはい、なかったり、え、あれ、なんか飛ぶのみたいなコースがあったりしているので、どうしますか、ノーマルでいくか。ちょっとこれをやってみます。一旦ノーマルいきます。そうですね、さすがにちょっとで、はい、ちょっとなんかゲーム性が分かってきたら一番難しいの。なるほど。一番難しいの。ちょっとやってみますか。ハードは後でいきます。でノーマルいきます。はい。あ、俺からだ。じゃあいきます。はい。最初に L で、 L でここから打ち出すかというか走り出すか。あ、じゃあここで決めれるんです。はい。ああ、タイミング。そうです。ただ、これ決めた後に
曲げれるんで。カーブかけれる。はい。まだ終わってない。まだです。まだ終わってない。明らかにその、ここら辺でしょ。そこで L で。今いた。ダメ。走ってる時ですね。走ってる時か。はい。あ、でもここでスペア取っちゃえば、いいんですよね。チャラです。まあ、まだいける、まだいける。まだいけます。決めた後に L ボタンを。あ、めっちゃ曲がっちゃう。めっちゃ曲がっちゃう。めっちゃ曲がっちゃう。難しいけど、そんな感じですね。しんちゃんの見とこう。これできるかな僕。いやでも回転をね。やり。うまい。一本。一本でした。全部ダーターの俺が言うのもなんだけど一本。これ別に空気読んでないです。ガチでミスりました。でもカーブかけれて戻せんでいいな。あ、減ったー。いや、これタイミング難しいですよね。いやー、実はこれ結構ね、やりがいというか。おちょっといい感じに。うまい。負けてる。ちょっとレベル低いくらいしかない。だって今実は開発なんですって言おうと思ったんですけど、5本で言うのはちょっと恥ずかしかった。いやー、行くか。ちょっと早めかも。そうですね。ほらうまほらうまっ。あ、でもちょっと、あれが弱いですね、あ、でも結構いい。お、めちゃくちゃいい。はい、ストライク。すごっ。別にこれデバッグ機能とか使ってないですから、ね。普通にストライクでした。すごいな。どうぞ。え、ちょっといいですか、開発者どうぞ。本気出していいですね。めっちゃおります、俺。うわー、しかもカーブかけるでしょ、ここから。お、切るか、おーなんだ、接待上手か。これ難しいのいきますか？あ、やっちゃいます。難しいいきましょう。やっちゃいましょう。じゃあ、ちょっと。これもう、ストライク取り方分かったんで。はい。ちょっと水だけいただきます。よろしくお願いします。あー、ねえ。これなんだ？セゴソミーって書いてある。この特製水なんですか、ね。水までセガだ。いや、まあ中身は多分普通の水だと思うんですけど。ちゃんとラベルのセガなんだ。そうですね。取っちゃいました。あ、なんか、はい、何これ。こういうステージです。うねうねしてる。これ金ちゃん作ったの？これはちょっと僕ではないんですけど、一応パーティーゲームの担当者がいまして、その人がちょっと発見しちゃったのかなっていう。その人もやらしいな。ちょっと行きますわ。さっきのストライクの感覚で。そうですね。まあ、まあ大丈夫ですよ。まだリカバリーが。こんくらいかな。お、こんくらいですね。いい。ちょっと曲がっちゃった。結構曲がっちゃった。結構強かった。あ、でも、いける気がするよ。はい。まだ2回目。うねうねしてるだけだもん。一応ね。その通りですね。まっすぐ行くと一番いいのかな。うん、いける。さっきは急角度。ちょっとこんくらいか。おぉ、おいた、すごい。あー、惜しい。あー、スペア、いけなかった。あー、なんか僕に開発者権限がもっとあればね、ワンボタンで今のポンって。ダメ。倒せるか。俺が止める。フェア。で、金ちゃんのか。あ、いや、そう、難しいから。フォローが。ありがたい。もうリカバリーがね、いや、そう、いや、難しいですよね。いや、これがそうなんですよね。うねうねが、その、ちょうどいいタイミングに当たると、加速したりもしちゃって、普段より、その、曲がったり曲がらなかったりっていうのもあり得る。おー、曲げなくていいんじゃないですか？あるか？お、重い。あー。お、でも、まあ、いいボーリングっぽかった。そうですよね。よくある。真ん中だけど、ね。このやつ。いや、いい戦いをしている。何？待って、何これ？これはね、止まってるわけじゃないんです。そういう謎の、はい。なんか、ギミックです。物体がありますけど。隆起してます。すげえな。普通狙っちゃっていいのかな？これ、まあ。ちょっと曲げよう。そうですね、それぐらいが。どう？の、いや、なんか開いたな。結構難しいやつですね、スペア取るのが。何でしたっけ？スピリット。はい、そうですね、スピリットでした。スピリットはどう狙えばいいんでしょう、ね、どう狙う、真ん中あえての。一応その右下に6、8ってあるんですけど、はいはいはい、ギリ真ん中で倒せるような気がしないでもないような。当たってね、軌道変えればいいですもんね。まあ、それは一番かっこいい取り方ですね。ただここから曲げれば。あ、まだ、はい、
こんくらいかな。おあ、ちょうど真ん中。狙いがすごい真ん中です。すごい真ん中。10本あったらストライクっていうルートでした。あ、確かに。おそらく。お願いです。この突起がちょっとやらしいかな。これね、むずいんですよね。あ、うまい。なんかわかる、このカーブうまい。寄っちゃいましたね。寄っちゃいましたね。これ方法あるのかな。これあれでいいんじゃないですか。オンライン中の、はい、オンラインでかコロナ禍の、はいはい、オンラインゲーム、オンラインボーリングとして。あ、でもいいんじゃないですか。あ、たださ、パーティーゲーム実はオンライン対応できてなくて。あ、そう。おうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。できた。今の方やりたかったです。すいません、今のはなんかできました。めっちゃうまいもの。待って。すごい、たまたま。おお、なんかいろいろ入ってますね。え、これどうなってんすか。あ、見れる。上下に。ほんと。なんか動いてます。なんかいるな。まあでも普通に狙ってみるか。そうですね。あ、なんかうねってね。タイミングかな。矢印うねってる。うねってますね。タイミングか。あ、でもいいかも。こんくらいでしょ。お、あー。まあ、それなんだ。そういう感じでした。落とされた。あ、俺だ。逆に上がってる時に投げるのがいいのかな。あ、逆にとりあえずここ狙って、こんくらいかな。お、いや、今のも落とされた。なんか、レベル上がってるよ。3投目で。しかも3なんで、まだね、4、5、6、7、8、9があるってなると、恐ろしいゲームですね。恐ろしいよ。あ、開発者の力を、ストライクを。あ、やっちゃったか。いや、これマジでやらしい。これはちょっと待ってください。GG ありますね、全然。まずは、ちゃんと、あ、もう、まず狙って、やっぱだ。ここの、カーブで、狙えれば、待って、すごい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 。すごっ。何それ。自画自賛なぞの。何それ。すごい。思ってない生き方した。え、びっくりしました、僕も。あ、そういうみたいな。すごかった。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、なんか僕、はい、変になんかうまくいった。いや、いい締め方をしてもらいましたよ。やっぱ開発者だなって。開発者だなってことで、やっぱ開発者だった。今日は食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイクを先にちょっとプレイしていけたんですけど、いくらですか？そうですね、こちらお値段なんですけれども、3990円、税込み価格で言うと4389円となっております。買えます。ありがとうございます。買わせていただきます。ありがとうございます。そうですね、前作の、食べ頃スーパーモンキーボール、はい、から、ステージ数でいうと、まあ、3倍以上でコンテンツとしてもすごいたくさんのものを盛り込んでいるので、結構、まあ、お得なゲームになってるんじゃないかなと思ってます。これ1本で僕がちっちゃい頃遊んできた、はい、モンキーボール全部遊べる。そうですね。それはかなり、はい、そういう方々に向けても今回頑張っていろいろ入れたいのでぜひ遊んでいただきたいと思っております。買います。ありがとうございます。思い出を買います。ありがとうございます。はい、そうですね、はい、はい、これ以外にもそのデジタルデラックス版というものがございまして、こちらはダウンロード専用なんですけれども、はい、それ以外で付属で DLC のような形で買えるものがいくつかあるんですけれども、はい、そのクラシックキャラクターパック、セガハードキャラクターパック、カスタマイズパーツ、先ほど着せ替えやっていただいたパーツですね、あれのさらに新しいピンクポップスタイルっていうのが入っていたり、あとはそのかつての、BGMうん、切り替えて使用できるっていうような機能は、別売りなんですけれども、はい、今言ったこれらが全て入ったものが、プラス1000円で、購入することが可能となっております、なので普通に買うより、1000円安く手に入れることができるっていう、まあ、お得なパックがございますので、そちらもちょっとチェックしていただけたらいいかなと思います。じゃあそっち買います。ありがとうございます。
はい、本当にあの昔遊んでいただいた方にはこの BGM 切り替え機能とかは特にあのすごく懐かしいかもしれない、はい、気持ちになれると思いますし、そのクラシックキャラクターパックっていうのがあのスキン替えなんですけれども、うん、この昔のアイアイたちの姿にかなり似てるような形で、今回そうちょっと可愛くなってるんですよね。そうですね、ちょっとあのイメチェンしてるんですけれども、あの実はその昔のアイアイの姿にも変わることができますので、そちらも遊んでいただけたらちょっと面白いのかなと思います。わかりました、買います。